今年も晴天に恵まれた。こんな明るいの似合わない男でしょ。そうね、俺みたいな男は闇が似合うから、ね、夏似合わねー。僕似合わないですか、やっぱり。僕夏苦手ですもん。日光似合わねー。日光似合わないでしょ、苦手ですもん。アイルが苦手な太陽の下でチェキ撮影している間にもヒロのたこ焼きはバカ売れしていた。なんかソースマヨネーズつけといてもらって、なんか若干焼けてきたなって時に切ってもらって、はい、今年は弟子がいる。はい、弟子です。一人じゃ無理なんで。何、まあ、片手打ち。ダクは射的の店長。ちゃんとこう当たるっていうのをアピールしないとお客さんが来ない。あれは取るべきですわ。あれは。じゃあね、オープンまで間もなくなんで、ちょっとだけ余興をやらせてもらいます。まさかの選曲。OK OK Thank you。 ハイルはバーカウンターへ。似合う。あっという間に長い列が。今日北田谷都市部でした。店には出たりしない。出店は出ます。かき氷の店長なんで僕。あの蜂蜜レモンちゃんと自家製で漬け込んできたんですよ、家で。練乳も作りました、自分で。味見をする。蜂蜜レモン割りかし。出番が終わったバンドメンバーが続々と売り子へと変身。できた。500円でポンポンしたい。俺はしたい。なんか本物になった。はい、もうちょっと転職考えてます。サポートドラムのライもメイクが終わり登場。今日のメイクのテーマは、今日のメイクのテーマは、夏の予感を…あ、違う、間違った。はい、もう一回。違った。はい、今日のメイクのテーマは、秋の訪れを予感させる夏の終わりメイク。見てください。近っ。近っ。え、毛穴も映る、これ。めっちゃ嫌。メイクしたのに。遠慮なく近づいて。日が傾いてきたが、まだまだ暑い。なんか腕は黒くなった気がする。嫌だ、日焼け嫌だ。ビジュアル系の大敵。これね、すごいですよね。新衣装のアイル。かっこいいです。かっこいいです。ありがとうございます。こんな感じでライブしていきます。まあ、靴がかっこいいか、アイルがかっこいいか。どうしたんですか。まあ、最後だからちょっと褒めとこうかな。どういうことですかそれ。寂しくなるのやめてもらっていいですかそういうの。だいたい僕最近白いですね、全身。そうだね、白いの多いです。前は真っ黒好きだったのにね。あー、でも出会った頃黒かったっすね。とにかくいつも黒かった。しかも一人だけ一年中冬のような衣装。だが新衣装は涼しそうだ。
日が暮れる頃、会場ではマグロが宙を舞っていた。次がフェストバンクール。やっと出番っす。